イギ編集長、今週の見出しをお願いします。健康診断レポ宮崎編。それでは始めていきましょう。ラブリーズのラブドピラブリーズの宮崎りおです。八木崎です。始まりましたラブリーズのラブトピ ー, トピー。この番組では私たちラブリーズが取り上げたい話題やニュースラブトピーを発信していきます。イエイイエイ。さあ今日もですね、はい、皆さんツイートはハッシュタグカタカナでラブトピーでよろしくお願いします。お願いします。今日はねメールいただいていまして、はい、ラジオネーム、うん、前回私どれどれネームつけたらしいね。言ってたね。なんか知らんかった最近は。何の違和感もなくて、あの終わってから気づき、あの、うんうん、言われて知るっていう。めっちゃ自然に言ってましたよって言ってな。そう、あ、そうね。なんかそんな染みついてたんや。ラジオネーム、ラジオネーム、はい、ゆりりんさんからいただきます。ゆりりんさん、ありがとうございます、はい、初めてメールを送りさせていただきます。ありがとうございます。私は東京住みの26歳妊婦です、はい、現在早産の可能性があり入院しています、うんうんうん、このご時世なので夫とも面会できず日々不安の毎日です、うん、そんな中ラブリーズの検証しますを見つけ、うん、それからはクスッと笑える日々です。今はアーカイブを1日に1つ聞くという楽しみを作り、うん、残りの妊婦生活を頑張ります。ラブリーズの2人ありがとうございます。無事出産が終わり落ち着いたらぜひライブに行かせてください。これからも楽しませていただきますって、めっちゃ嬉しい。嬉しい。こうやってなんかだってラブリーズのこと知らんかったってことやもんね。そうだと思う。多分ハッスルきっかけで知ってくれて、うん、ラブトピも聞いてくれてるみたいなことかな、うん、なんかこう1日に1つ聞くっていう、うん、楽しみになってるのがすごい嬉しい。いや嬉しいね。めっちゃね、まあ、今ねこういうご時世でね、うん、寂しい思い、そうです ね, ねしてるかもしれんけど、その一日のそのなんていうの、うん、なんか楽しみねなってるの嬉しいね。ね、まあ、落ち着いたらね。そうですね。ぜひ会いに来てください、はい、元気な赤ちゃん産んでください、ね、いや嬉しいなと思って、ね、あの素敵なメールが来てますよってそうスタッフさんが言ってた。うわって思ったよ ね, ね。なんかこういうのどんどん増やしていきたいよね。このラジオきっかけというかさ、うんうんうん、なんか増やしていきたいなと思った。東京住みということでね、まあ東京にもねちょこちょこ行ってるからね、はい、どんどん行きたいなと思いますので、はい、よかったら遊びに来てください。はい、はい、ということで、うん、健康診断レポ宮崎編勝手にそのさ、うん、あの宮崎編みたいなのやめてもらって、まあ私まだなんです、まあ、そう明日なんで別日なんよね、はい。そうでリオちゃんがもう健康診断終わったということで、なんかさ初めてだったの。ガチの健康診断初めてやん。ガチっていうか健康診断が初めて。だってだってさ小中学生の時受けてたやん。中高か。あんな身長測るだけやん。あそうやけなんか来てなかった車で。なかったよ。あ、ほんま？うん、ちゃんとなんか車でなんか心電図の車が来てやったりはしてた。私そんななかった。ほんま？うん、でなんかリオちゃんはそのまあ先にね、うん、今週やってたから、うん、さっきはそのレポを聞きたくって、うんうんうん、まあ、ちょっと電話でも聞いたんやけど、うん、ちょっと教えてもらおう、みんなにも教えてあげないとと思ってまず、うん、まあそのさ、うん、枠みたいなのあるじゃない、うん、時間によって受けれる、うん、何人受けれるみたいな、うん、でまあその日うちら一緒に受けれなかった理由が、うんうん、その日一人しかシャキちゃん受ける日が二人しか無理やった、うんうん、私とクボヤンがてか私一緒に受けるまず嫌やったの。あそうなんや、うん、うんうんうん、なんか嫌やってうんうん、そうでだから私一人がいいなって言って、うん、言ってたらちょうどその日一人空いてたから一人で受けに行ったんですけど、うんうん、そしたらあのまずおじさん3人と私の4人グループになっちゃっておもろすぎでさなんかおじさん3人とリオちゃんっていうグループがめっちゃおもろい、うん、おじさんなんかなワンちゃん同い年とかかもしれない。うそ、うん、その人おじさんって言ったらあかんやん。でももうおばさんやんこの年って。うそやん、うん、そうやでシャキちゃん。シャキたちおばさんの。そうやでそうだ、ね、ほんでほんでで一緒に受けたんやけど、うん、一緒にやってても別に同じ部屋に入ったりはせえへんで、うん、待合室横に4人で横並びで待ってるみたいな。でもさ一緒にさ、うん、行動とかするんやろ、うん、ゾロゾロゾロって。でも別にさ大きい病院じゃないからさ。あそっか、うん、もうあのフロアだけやん。じゃあ4人で横に並んでるだけ。横に並んで座ってるぐらいで順番に呼ばれてまたそこに戻るみたいな。なんか想像したらめっちゃおもろい。今度シャキちゃんそれはそこにシャキちゃんとマネージャーさんとあと2人誰やろな。おじさんがおると思う。女の人がいいな。そんなこと言ったらあかんよ。そう、はいね、そうでもそんな中さ、うん、まあのどこに知ってる人がおるかわからんやん。うん、やんわ、うん、かるその、うん、まあファンの方がそこにいるかどうかそんなすごい確率やろうけどわからへん、うん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 、なんであの病院の先生さ、うん、宮崎さんじゃなくて宮崎りおさんって呼ぶの。
フルネームははずいって思って、うん、しかももうさ、うん、ああいうなんて検査着みたいなの着てるやん、うんうんうん、で化粧していった？化粧していった。ああ。さすがにあのちょっと都会で受けなかったからすっぴんには出れなかった。そうか。そう。あ、宮田キリオさん呼ばれて。そう、でもなんかその一人の人めっちゃ振り返ったから。え？と思いながら、もしこれ聞いてる人知ってる人だったら教えてください。お前はず。え、そうって思いながらフルネームで呼ぶやんって思って。うんうんうん、そう。なんかもう一人おったんじゃん、宮崎なんとかさんが。違うかった、その4人。違うかった。あ、一応名前全員聞いてるもんね。聞いてる。呼ばれるからね。あの、4、5回は聞いてる、その人たちの名前。その検査の過程がやっぱ、うんうんうん、そう、その先生に呼ばれるやん。そっか。採血したり。そっか、そっか。え、4人中何番やったん、りょうちゃんは。あ、ちなみに4番でした。4人中4番やったんや。あ、苦しい。あ、4番じゃない、3番かな。3番？うん、だからもう一人いはったかな。え、ほんでバリウム飲んで。バリウム最後にやったよ。初めてのバリウム。無理なあれ、みんな毎年やってんの？え、味する？する。あ、するん？え、なんか最初にね、あのねる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 のシワシワのやつみたいな口に入れさせられるのよ、うん、わかる？え、入れさせられるってさ、自分で飲むんやね。あ、びっくりした。それ私なんかバリウムが何かも分かってないからさ、うん、これがバリウムなんかなと思ってて、でそれ入れてなんか炭酸みたいなの飲んでも口の中でシワシワシワってなるわけ、うん、え、これ全部飲むんですか、うんうん、あ、なんでねって、はーいって言って飲んで。飲むってさ、溶けへんの？溶けるよ、そのシワシワが溶けて。だからそのシワシワ飲むってこと？そう。液体で飲むの。それはでもちょっとやねん。粉だけを飲むってこと？粉と液体や言うてんね。あ、え、あ、そうなん。なんかさ、ねるねるねるねとかってさ、水でな、そう、溶かすやん、うんうん、シュワシュワシュワってなるやん、うんうんうん、あの感じ、あれがあの口の中で起こる。それ飲み込むね。味ついとる？ブドウとか。さ、もうちょっとソーダみたいな味すんねん。あ、それがね、よかった。でも中入るやん。甘い？でもそんな、そこ大事じゃないって、うん、いや、さっき君には大事。あ、でもひゃきちゃん好きじゃなさす。あ、分からへん。その後やで。でもバリウムって、うん、ほんで中に入るやん、うん、ほんならなんか台に乗せられんねん、うん、飲んねん、うん、ほんならてかこれ多分聞いてる人たちとか知ってると思うんやけど、いや、一応教えて。で、なんかもうなんて言ったらいいんかな、飲んだことのない液体が、うっ、けど、え、どれくらい？ペットボトル1本分ぐらい？いや、紙コップ1杯。あ、紙コップか、よかった。そんな量飲む？さっきめっちゃ飲まなあかんと思っとった。いや、でもな、紙コップ1杯分でもきつい。あ、そう。なんか、はい、一口飲んでごっくんってしてって言われて。え、飲むヨーグルトみたいな感じ？あ、そんなええもんちゃうで。最悪や。え、もっと味ついとん、それ。ん？味ついとん。なんか何味って表現していいか分からへん。あ、じゃあ一応味はついてんねや。うん、うん、何味？おいしくはないよ。え、どうしよう。さっきリオちゃんでそうやったらさっき絶対無理やん。え、どういうこと？私はおいしくないもの別にあるで。いや、なんかリオちゃんってその一口飲んでごっくんってするやん、うんうん、でその後ちょっとずつ飲むんかなと思って、はい、残り全部飲んでって言われて、もう絶聞くやん、先生。絶望。先生やったことあんのかな。あ、絶対ある。絶対あると思うわ。あ、そう、うん、ほんでその台の上で、はい、こっち向きに3回回ってとか言って、それってさ、でんぐり返しとかじゃないよな、うん、いや、誰がな。え、どういう、誰がな、どういう横向きに回んねん。でもさ、そんなにある？幅、その場で回んねん。誰がコロコロって転がってきてんねん。でもさ、その場で回るってどうやって回るんよ。だって回ったらさ、だから回るの、このその場で回れるって。ああ、こう自転、そうや、ターンってこと。え、でも台に寝転がってるから、ね、あ、寝転がって回るんやろ。だからこ幅いるやん。だからもう大変じゃない？やってみるって。もういいよ、明日やんねんから、シャキちゃん。怖い。てか、うん、絶対笑ってまう。だからそれをリオがやったって思ってな。無理。私はこれ終わったら絶対シャキちゃんに根掘り葉掘りどうやったか聞かれるんやろうなっていうのと、うん、シャキちゃんとそのマネージャーのコブちゃんが後日これやるんやと思ったら面白くなっちゃって、シャキ多分笑うわそれ。でもね、正直気持ち悪くてそれどころじゃない。うん、それ口の中飲み込んでから。そうや、うん、飲み、なんで口の中ずっと入れとくの。胃の中見る言うてんの。飲み込んで、なんかそのバリウムをその胃にさ、なんていうの、ちゃんと寝るん。え、だから台が勝手に動くねん。あ、そういうこと。うん、うん、サーカスみたいなことか。ちょっとごめんなさい。こういうって回るやつあるやん。そういうこと。なこうやってって分からへんか。あのさ何年ラジオやってんの。台みたいな形になってさ、あんな円形のやつじゃないよ。あ、違うんや。あの普通のベッドを縦にしたみたいな形であるの。ほう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 。そうで、か、あの板みたいなね、うんうんうん、そこに手すりみたいなって、うん、それが後ろと、あ、だから、え、
アトラクションやん。ちょっと楽しみになってきた。あ、ほんと、うん、でもバリウム飲んでるから。いやまずそうそうそう。めっちゃまずい。まずかったね、あれはね。え、で、ご飯も食べたらあかんのやろ。え、そう、だから前日の夜の9時から実飲絶食。そっから結局私はあのお水も飲まんかった。えらだから別になんかいらんかった。あ、そう。うん。どうしよう。え、でもなんかご飯っていうか、うん、9時以降何も食べたらあかんってなったら、うん、なんか食べたくなっちゃって。なんかそれさっき忘れてて、りょうちゃんが食べたから、うん、やのにご飯のさ、なんか写真めっちゃ送ってくんねん餃子のやめてよって食べ放題とかめっちゃ送っちゃってて。いや、ちなみにその時妹目の前でラーメン食べてましたやめてって。いや、もうだからもうさっき今日、うん、もう今日も明日や、明日やから今日の9時以降食べたらあかんねん言ってな。9時まで食べ続け。もうなんか忘れちゃいそう。忘れんな。どうしよう。え、ほんまに嫌やねんけど、だから来週、今日宮崎編やけど、来週の、うん、ラブ飛びでは、うん、健康診断レポ。採血もあるからね。嫌だ、抜かれる。こっから血抜かれるよ。最悪やん。どれくらい、結構多い1本。注射器1本分ぐらい。いや、フラフラになるやん。もう結構な量抜かはるなと思って。抜かはる。うん、と思って。え、どうしよう。うん、そんなことする。でもさ、一人やからさ、うん、別になんか、いや、痛とかも言えへんからさ、一、うん、人でちって黙って。さっき絶対言ってまうわ。痛で、久保さんに、久保さんって言って。でも一緒には入らへんねんな、ブースに。ブースって言い方やめよ。ラジオちゃうねん。ブースには入らへんねん。入らへんよ。うん、ないけど。だからそこ前のあのベンチっていうか、その椅子ベンチ、なんていうの椅子、うん、待合室、うん、みたいなところで並んでもらって。え、だからもう仲良くなろう、そうなったおじさんたちと。喋らんって。喋らんのよ、そんな人たちと。いや、なんか一言も言葉交わしてないよ。ですかみたいな。やばいよ、仲良くない。どんなんですかみたいな。ちょっと仲良くなるわ。まあ実際に受けたさきちゃんがどうだったのか、来週ね、楽しみにしておきたいと思います、うん、はい、はい、それではラブリーズのラブトピ、最後までお付き合いください。ラブリーズのラブトピ、ハッシュタグはカタカナでラブトピでツイートしてね。実況ツイート見てるぞ。ジロジロジロリ。モッパンラブリーズ。このコーナーでは食べるの大好き私たちラブリーズが毎週テーマを決めて、話題のスイーツ、食品、ドリンクなどが本当に美味しいのか、実際に食べて素直な感想をお伝えします。はい。さあ、モッパンとは韓国語で食べる様子を放送するという意味で。そうでございます。今日はね、机の上に食べるものが溢れ返っております。食べたい。嬉しい。ではエギ編集長、今週の見出しを教えてください。カルディのおすすめ3品食べてみた。はい、こちらラブリーズが大好きな世界の輸入食品などを扱うカルディコーヒーファーム。今回はその中で特におすすめの3品を紹介します。はい、はい、ということで、じゃあ一つずつシャキちゃん紹介してくれますか。はい、まず一つ目はこちら、はい、フライドパスタスナック。はい、こちらはですね、リオちゃんが教えてくれたんやけど、うんうん、で、なんかリオちゃんの誕生日にね、フライドスナックパスタかな、あ、フライドスナックパスタか、パスタスナック、どっちでもいいかな。はい、うん、これね、リオちゃんがその美味しいって言ってね、うん、まあ、そのプレゼントしたら、じゃあ一緒に食べようよって言って、うん、一緒に食べたらめっちゃ美味しくて、これ、うん、我が家、うん、大好きすぎて、うん、お店にあったら買い占めるんですよ。いや、ほんまに。なんて言うんやろうね。しかもね、安いの。1個これ200円ぐらいしーひん、200円1000円ぐらいなんやけど、そうやね、うん、大きいバージョンもあったりとか、うんうん、違う味とかもある。これソルト味やけど、他が何味、コンソメとかかな、コンソメやったかな、なんかね、あとなんか大きいやつでね、山椒味みたいなのもあるの。あ、そうなんや。それはちょっとピリッとしてて美味しいんですよね。でもなんかね、このソルトが一番美味しい。ちょっと硬い、うん、パスタ、うん、パスタを揚げてるんやけど、なんかちょっと硬くて、うん、なんか噛むごとにさ、この味が出るというか、あ、いい音、うん、食べたいな。食べたらええやん。さっきは今日ちょっと健康診断前やから控えようと思って。いや、まだ今11時半やで、ね、うん、今日からちょっと整えていこうと思って。11時半明日やから、うん、9時まで食べていいよって言われて整えていくんや、うん、だから今日野菜しか食べへん変わらんて。今日1日なんかしたところで、昨日何食べた、昨日の夜、うん、昨日の何食べたっけ、アイスクリーム食べた、アイス食べたの、食べてるやん、いいの夜やん、もう24時間切ってるから、明日朝9時からやねん、さっき。
あ、いつって大丈夫やな、これ。終わってるわ。いや別に誰もない。健康診断のところにコンって言ったとて。いや、待ち伏せされてたら困るんかいな、健康診断の時に。何しに行ってんねん。こんな。さきは頑張ってね。やばいや。みんな悩んで、そんな暇ちゃうねん、みんな。はい、じゃあもう一つは。伊原水産のカズチーですね。カズチーね。これね、最初食べた時ほんまに感動して。ほんまに美味しいねんな。え、なんかね、うん、それこそ遠征のホテルで食べて、うん、なんか遠征中って何でも美味しく感じるやん。だから美味しかったんかなと思ってんけど、この前事務所で食べてもめっちゃ美味しかった。遠征中やから美味しいはちょっとよく分からへんけど。なんかね、あの、数の子ってさ、年に1回しか食べれへんやん。一回ごめん、なんて言った？数の子。数の子じゃないんや。え、数の子。数の子？数の子ですよね。嘘。関西。やっぱシャキちゃんなんか関西のイントネーションじゃないよね。そう、ハキの家族全員数の子。数の子。数の子ってしかもなんか標準語でもないんよな。え、標準語って何だ？数の子？数じゃないの？え、知らん。うわ、腹につくな。いや、知らんで。なんか、あんま年に1回ぐらいしか食べれへんイメージなの、数の子って。うん、だからまあ気になって帰ってきて。だから、うん、このカズチ、言ったら丸っこい5円玉、まあ、500円玉ぐらいかなぐらいのチョコレートじゃないや、ぐらいのチーズなんやけど、うん、そこにカズの子がめちゃくちゃこうふんだんに使われてて、うんうん、噛んだらプチ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 ってこうカズの子のが弾けて、そう、豆じゃないや、あの、何、卵か、もうあかん、何もかもが違う、さっきからずっとが弾けて、うん、なんかこう数の子の味もしっかりするし、うんうん、チーズの味もしっかりするし、一つずつ今紹介するってとこや、うん、あ、まだ感想言ったらあかんの、うん、あ、ごめんごめんごめん、何回やってんねんこれもう一個はね、マッスンブゆず茶。ゆず茶、うん、これはあのお湯とかで溶かすタイプのジャムみたいな形になってる、パンに塗ってもいいみたいなやつやね。そうそうそう、うんうん、あの大きめの瓶に入ってるっていう商品ですね、うん、あ、もうほぼ感想言っちゃったやん。いやいや、だからだから、あの、え、シャキちゃん、なんか36回目ですこれ。一言目だ、一言言わなあかんね、さっき。そうやで、そうやった、うん、編集長しっかりしてください、はい、もう一回感想を報告しますでは八木編集長お願いします。さすがカルディ、はい、なんかね、うんうん、カルディってその世界のなんか美味しいものたくさん集まってるっていうやん、うんうん、なんか言ったらカルディじゃないと、うん、出会えへんかったなってものがたくさんあって。そうだよね、うん、いつ行っても楽しい。そう、なんか調味料とかもいっぱいあるし、うんうん、あのそういうお菓子系もあれば、うん、ご飯系も、うん、ここの私チーズとかも好きなの、うん、チーズすっごいいろんな種類あって、ブルッタやだっけ、あの丸いやつ、そう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 、あれめっちゃ美味しかったよ、なんか話題になってたよね。あれ私はスライスして、うん、あのトマトと一緒にオリーブオイルかけて、いらない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 、美味しかった、ブラックペッパー乗せて、あ、ブラックペッパーはいい、美味しかった、あれトマトはいらん、オリーブオイル、なんかね、冷凍のチーズがあるんですよ、うんうん、あれも美味しかった。ほんまはあれ紹介したかったけど、どう紹介していこうかな。あと一回紹介したけど、カヌレね、カヌレね、めっちゃ冷凍のやつね、うん、最近ちゃんとまた復活してあるから食べてほしいな。まだこのパスタスナックはさっき言った通りで、うん、カズチーもさっき言った通りで、はい、そのゆず茶は、うん、そのなんていうの、まあ、ちょっとティースプーン 1、2杯、2、3杯入れて、2から4って書いてたけどね、2から4入れて、うん、最初今 1、2杯って言ったのおチョコなお湯をね、うん、注いで混ぜたら、うん、なんかゆず茶っていうからお茶の味するんかなって思ったけど、お茶の味は一切しなかった。なんかゆずのジュースみたいな、うん、あったかいジュース、それもゆず茶って言うのに、あ、そうなん、うん、で、なんだったっけ、シュワシュワの水、炭酸、うん、炭酸水でも割ってもいいんやって今日語彙力どこやってきた元からないけど、なんかちょっと休みやったからさなんかあんま、なんかちょっと語彙力がちょっと今ブランクブランク感じてる。あ、なるほど、ごめんごめん、なるほどなるほど、かな、うん、この3つはマジラブリーズのお墨付き、マジでマジで、ポップ立ててもらおう、んラブリーズおすすめっていうポップ立ててもらおう、まず店員さんが知らんと思うで今回みんなからのこうおすすめも実際に来てまして、うん、校長パギさんからは毎月その月のイベントをモチーフにしたコーヒー豆を買うのが習慣になっていますって。豆のまま購入して、おしゃれ、休みの日の朝は豆をひいてコーヒーを入れるのが最近のちょっとした楽しみ。めっちゃおしゃれやん、校長パギ。そう、しかもね、コーヒーのポイント溜まってくんよ、ここ。ああ、それも良くない？さっきもそれしたいな、コーヒー豆のまま買いたい。ん、聞かれへんやん自分。
だから弾く。でもお店で弾いてもくれるよ。うん、自分で弾きたい。そうやって校長パギみたいに。あんだけ砂糖入れるやつが何言うてんねん。でこう朝とかコーヒー語んな一生。語らしてよ。語んな。語らしてよ。ねウルフボーイさんからは宝製菓塩バターカマン。うん、気になってた。これね、いつもあるよね。スタッフさんが買ってきてくださいまして。みんなのおすすめも買ってきてくれたんですよ。まろやかなカマンベールチーズクリーム。あ、美味しそう。中がね。で、さっくり塩バタークッキーでサンドしてあるんやって。あら。絶対美味しいやん。天才な。233からはですね、モカキリマンジャロコーヒーゼリー。これですね、うん、コーヒー専門店がプロデュースするコーヒーゼリーだけあって超本格的でコーヒーのコクと風味が半端ないですってことで、コーヒー好きの宮崎さんにぜひ召し上がっていただきたいということで、どうぞ宮崎さん、スタッフさんが買ってきてくれたので。でもはきね、これ初めて見たわ。私は知ってた。知ってた。けど食べたことはなくて、うん、私コーヒーゼリー大好きなの。うん、はきもコーヒーゼリーは大好き。これ嬉しい。明日健康診断から。なんかね、砂糖もついてるんよね。待って、めっちゃ美味しい。そう、美味しい。いいやん。コーヒーシュガーもついてます。上フレッシュとその音はいらんのよ。ほら、じゃあホラってないの。これ海の音。海の音するにはもうスパン短すぎるんや。うまいな。めっちゃ波行ったり来たりするの早い。うまいな。ってもう、うまい、うまいですよね今の。やめや、ほんま。ちょっと今のほんまにうまいね。めっちゃ美味しいんやけど。これいいな。これちょっとハキも買おう今度。これは買うわ。うん、健康診断終わったらな。うん、これは、大丈夫かな健康診断。怖くなってきた。これお砂糖かけなくても、うん、十分甘みもある。そう、さっきやったらでもシュガーかけた方がいいよね。あなたは絶対。でもさ、ちょっとシュガーもかけてみてほしいんやけど、なんか溶けるんかが心配。溶けないと思うよ。あ、じゃあジャリジャリ感が楽しめるってこと。かけてみようか。うん、いいな。食べた、言ってんねん。いやでもちょっと明日に備えとくわ。備え方が独特なんよ。多分血糖値とかやばいかもしれへんから。やっとしたらもう昨日のアイスからあかんやの。朝ケーキ食べちゃった。食べてるんかい。だからやだ。だから控え。あ、でもちょっと溶けてる。ほんまや。若干そのフレッシュで。すぐね、調子乗っちゃうから私。お、ザルザル言ってる。海の音。海から離れてくれ。どう？あ、でもどっちがいい？めっちゃ甘いとかではないか。あ、そうなんや。うん、なん今ちょっと私一部分にかけただけやから、うんうんうん、あれなんやけど、そんななんかかけたからなんていうの、私コーヒーの甘いのはあんまり好きじゃないんやけど、うんうん、これかけて美味しいかもしれない。あ、ほんま？うん、いいね。うん、ちょっとさっきまた買うわ。ゼリーやからこそちょっといい感じの苦味も、うんうん、ありつつ、その苦味とこうなんていうの、ちゃんといい甘さになる、程よい。おお、美味しい。おいくらなんですかねこれ。ね、これちょっと私リアルに今日買って帰ろうかなって思う。うん、美味しい。いいな。美味しいな。あとこれスタッフさんおすすめの。べっこ飴。べっこ飴。べっこ飴ってなんで。猫とひよこかなこれ。あ、待って待って。めっちゃ象の形とかしてるキャンディーが。いい、ひよことか猫とか。え、かわいい。べっこ飴大好き。わかる。あ、297円。あのさっきのコーヒーゼリーですか。お、安い、思ったより、うん、いいね。だってそう、結構大きいんですよ。ストックしておけるしね。まあ、ストックするにはちょっと大きいかな。まあ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 、冷蔵庫の場所取るの。でも別にさ、よ、開けん限りよ冷蔵ではないんじゃないの。あ、そうなん。うん、素敵やん、うん、別に置いとったらいいんやわ。素敵やん。やる。いや、素晴らしい。こわ、もうカルディほんまに美味しいわ。うん、もうぜひ気になった方は、今日紹介したのもですし、うん、何、うん、おばさんみたいだなと。カルディほんまに美味しいわ。どんだけ言ってもシャキちゃんのおばさんや。やめて。はい、カルディで買ってみてください、はい、このレポートはラジオ関西のトピックスサイトラジトピでも写真付きで掲載していますのでチェックしてみてください、はい、では来週のテーマを発表します。ふわふわムースコーヒー牛乳フルーツ牛乳フラペチーノ飲むぽいぽい。スターバックスね。あ、スターバックスです、はいはい。牛乳の言い方気になったけど、英語書いてある。英語なんよね、うん、これじゃなんかさっきぴょんふざけてるわと思った人ちゃんと調べてほしい、うん、牛乳って書いてる。牛乳って書いてるの、うんうん、本当に。これ3月16日に発売されるスターバックスの新商品なんですけれども、はい、もういわゆるコーヒー牛乳とフルーツ牛乳が
商品になった、はい、スタバ仕様になってるということで、はい、これはもうね楽しみにしてたから、めっちゃ楽しみなんやけど、絶対発売日に飲もうと思います。はい、はい、皆さんもよかったらね一緒に飲んでみて感想を送ってください、はい、また扱ってほしいテーマも募集しています。メールは lovelies@jocr.jp lovelies@jocr.jp 毎週木曜日に収録していますのでそれまでにお願いします。はい、以上モッパンラブリーズでした。春といえば桜チラチラ、ラブリーズの、いやいやいや行かせへん今のは何桜チラチラってダメダメよ、ラブリーズのラブトピヤギ編集長のトピックス徹底解説。さて今日も始まりました、八木編集長のトピックス徹底解説、はい、私キャスターの宮崎梨央です、はい、そして我らが八木編集長です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらのコーナーはあらゆるジャンルの話題に精通する八木編集長が気になるトピックスを徹底解説するコーナーです、はい、笑いなしの真面目なコーナー、ふざけたらコーナー終了しますので、はい、編集長しっかりよろしくお願いします。ふざけた覚えが一切ございません。あ、本当ですか、はい、ちょっと一瞬のあれですね、はい、あの気の迷いと言いますか、いやいや、まあ、大丈夫でしょうか。大丈夫です、はい、あらゆるジャンルに精通している編集長ですので何を解説してもらうかは事前に伝えていません。間違った情報を発信しないよう気をつけてください、はい、では編集長が最近気になるニュースは。そうですね、いろいろ気になったんですけども、はい、J タウンネットというニュースのところからですね、はいはい、食べられるから問題なし、クッキー作りに失敗した妹のポジティブすぎる姿に反響、うん、ちょっと私最近ねお料理始めましたのでちょっと気になりまして、はい、クッキー作りが失敗しても明るい私の妹と言ってですね、はい、ちょっとまだ皆さんもちょっと調べて画像を見ていただきたいんですけど、このようなあ、全部がひっついてしまったパターンですね。この方はですね、すごい距離感で行ったんですよね焼くときに。そう、一応ね、クッキーね、間隔は十分に開けていたものの、うん、まあその正規のレシピの倍の量の砂糖とバターをね、この甘いのが好きだらしくて妹さんはスイーツってちゃんと量それ測らないとって言いますもんね。でまあオーブンの中で全部生地がひっついてしまってまあ言ったらどういう状態かと言いますと、クッキーまあね、均等に置いたつもりが全部膨らんで、もう一個のね、はい、なんかちょっとクッキーでもなくなって、そうですね、みたいな、オブジェみたい、オブジェみたいになっちゃってでもその妹は、はい、見て見て見てと興奮してすごくニコニコしていました、はい、その後はボキボキに折って食べました。味は卵ボールのような感じでとても固く、こすり合わせるとレンガのような音がしましたまあ、失敗して落ち込むどころかむしろはしゃいでいたというこの方の妹ね、彼女が次に失敗作を生み出した時の反応も気になるところだって終わってるんですけど、はい、私はなんかこう料理をしていてこうちょっと失敗とかしてもこの妹さんのようにね明るくいたいなと思って今日こちらのニュースを紹介しました、はい、あとちなみになんですけど、はいはい、あなたお料理始めただけで、はいはい、スイーツとか別に作ってないですよねまあ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 、おい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 、 おいおいやっていこうと思います、はいはいはい、それでは本日のトピックスです、はい、ラジオ局の周波数ってどう決まるの？驚きの決定方法も。ラジオ番組を実機で聞く際にはその放送局の周波数に合わせる必要がありますが、その数字はどのように決めているのでしょうか。ちなみにラジオ関西の周波数は待ってくださいね、はい、ずっと言ってたのに、はい、どれどれラブリーズ AM AM 待って AM 何十八点何ちゃら言ってたのにずっと。あ、ちなみに何十何点何ちゃらは FM の方です。 FM か、はいはい、何ちゃらキロメガバイツとか言ってたな。あ、メガバイツ、キロとメガとバイツは揃わないですね。あ、そうなんだ、はい、どれどれラブリーズ44って違うな、何番だったっけな。 AM558 558だ、558だ、558ヘルツヘルツキロヘルツ558キロヘルツ FM
ラジオ関西からお届けしています。FM 91.1 メガバイツ。ヘルツです。編集長、今クイズしてるんじゃないんですよ。あ、そっちか。そっちか。なんか困ったらそっちかって言えばいいんじゃないんですよ。これは、まあ、周波数ですよね、うんうんうん、決まってますよね。これはどうやって決めるのかというお話です。あー、なるほどね、はい、それどうやって決まるか聞きたい今日は、はい、まあ、何でも知ってるの教えましょう、はい、そうですね、あの周波数というのはですね、はい、まあ、目に見えないんですね。分かってますよ、はい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 、目に見えないものをこう見ようとして目に見えないものを見ようとしてまあまあまあ、望遠鏡覗き込むんですか。そうですね、まあそういうこともあります。そういうこともあるんですけども、はい、まあ見ようとして、はい、で、はい、まあこうね、揃えていくわけです、周波数をね、はい、分かってます。探していくわけなんですけども、はい、どう決まるかっていうのはその地域とかによって違うんですね。はいはいはい、はいはい、とか地域によって違う。はい、地域どういうことですか。こっちのね、神戸でから発信する場合は、まあ、50、何でした ?58kHz。558kHz みたいなことがあるんですよ。あ、じゃあ、ラジオ関西は558ですけど、近くの曲だと550何本みたいなことですか。とか、まあ、ガラリと変わる場合もあります。まあ、近く。ガラリと変わる場合がある。400台とか。でも、仙台にはなりません。なんであえて仙台出してきたんですか。その近くだったら、遠くで言うんだったら普通北海道とか言うでしょ。なんで仙台なんですか。あ、仙台違います。仙なんじゃら台です。あ、そういうことか。数のことですね。そうです。あ、なるほど。場所の話だと思いました。違う。はい、これの決め方ですね。そうですね、決め方といえばですね、お金を払うと好きな数字にできる場合もあるんです。うん、例えば行くようだったら194みたいな。そんな19だから、まああるじゃないですか、0120なんちゃらみたいなあるじゃないですか、はいはいはい、だからまあそんな感じで選ぶこともできます。うん、自分でまあかぶってなかったらね。じゃあ被っちゃった場合はどうするんですか。まあ元々ある人が優先です。558がいいなと思ってももうラジオ関西が使ってるってなったらそれは使えません。でも同時に申し込んだ場合はじゃんけん。じゃんけんで、まあ、でもあんまそういうことないですけどね、同時にみたいな。じゃんけんでよろしいですか。まあとか、まあ偉い順とか。それ誰が決めるんですか。日本。あ、ちょっと編集長、はい、精通されてるんで、はい、最終的に。あ、精通してますよ、はい。じゃんけんでいいですか。あ、だから最終的には地域です。違いますよ。同時に申し込んだ場合の、はい。あ、同時に申し込んだ場合は、じゃんけんで、じゃんけんじゃなく、じゃんけんなんかそのふざけてるじゃないですか。あ、じゃんけんではない。それはジョークです。アメリカンジョークです。アメリカに行ったこともないですよね。そうですね。そういう場合は、はい、そのラジオ局の歴によります。やっぱ何でも年功序列なんで。なるほど。では先ほどの解説に間違いなくございましたので、はい、私から改めて説明いたします。放送をはじめ携帯電話なども電波を使いますが、電波は共有の財産なので使うには免許や登録が必要です。国際的には国際電気通信連合が隣接する地域の間で電波利用に支障が生じないよう周波数の国際分配を決めています。うん、意味分かってないですね、きっと。日本ではその国際分配に基づき隣接する都道府県間で混信が起きないよう総務省が電波法にのっとって周波数の割り当て計画というものを示します。放送免許を申請するにはその割り当て計画をもとに放送地域で利用可能な周波数を選ぶことになります。つまり放送局自身が利用可能な周波数を選べるということです。わかりましたか。はい、なので地域とかではないですね。まあ選べるんですよね、言ったら。そうですね、まあだから一緒ですね、言ってたこと。私が人気の周波数は低い周波数や語呂が良くて覚えやすいものなどがあります。複数の放送局が同じ周波数を同時に申し込んだ場合、当事者同士の話し合いで決定されるのですが、時には
じゃんけんで決めることもあるそうです。間違いがありましたこと、改めてお詫びして訂正いたします。合ってたの。申し訳ございませんでした。合ってた合ってた。アメリカンジョークとおっしゃいましたが。じゃんけんで合ってたわ。確認しましたよね、だから私。はい、本当ですかって。はい。合ってた。アメリカンジョークとおっしゃいましたね。合ってたわ。ぜひリスナーの皆さんからも八木編集長に解説してほしいトピックスがあれば番組までお寄せください。また先ほど紹介した記事はラジオ関西のトピックスサイトラジトピに写真付きで掲載されていますのでぜひご覧ください。以上、八木編集長のトピックス徹底解説でした。春といえば桜餅が食べたいです。ラブリーズのラブトピ。ほんまに食べたい。うん、なんで疑ってんの。ラブリーズのラブトピエンディングのお時間です。はい、さあということで、はい、明日健康診断頑張ってください。もうやだよ、やりたくないよ。感想はハッシュタグカタカナでラブトピをつけてツイートしてください。はい、番組へのメールもお待ちしております。メールアドレスはラブリーズアットマーク jocr.jp lovelys アットマーク jocr.jp です。収録は毎週木曜日を予定しております。なんで笑ってるんですか。思い出し笑いです。こわ、絶対ラジオ中にしたあかんことしてるやん。さっきの仙台仙台はだ、そのイントネーションも仙台やん。毎週木曜日にラジオ関西の羽川秀樹ハッスルにレギュラー出演しておりますラブリーズの検証しますというコーナーで毎週いろんな検証にチャレンジしていますのでぜひ聞いてください。はい、私たちの出演は12時30分頃からです。はい、皆さんもよかったら健康診断エピソードあれば、うん、あ、送ってほしい。てかそれ今日今回欲しかった。終わってからやからね。確かに、まあまあ共感し合おうみんなで多分みんなそこまで嫌がってないと思う。嘘。はい、じゃあ頑張ってきてください。はい、それでは来週のラブトピもお楽しみに。お届けしたのはラブリーズの宮崎りおと八木咲でした。健康診断頑張るぞ。